高爪山は石川県の白衣郡志賀町と輪島市の境にある山。能登半島中央西端部にあたる。その山容から能登富士と呼ばれる。他の別名として、笠山、金龍山、大福寺山、陽宗山、洞ヶ岳、竹山など。高爪山は、麓や海上からよく見え、能登中央部に住む人々信仰の対象や、航海の目標とされてきた。山頂には高爪神社の本殿が鎮座する。麓の大福寺集落に鎮座する高爪神社には、国指定の重要文化財である、六神宮掛仏がある。建治元年と記された、円形木板祭画は6枚一組をなしている。神社の前身は大明神で、本寺は11面観音である。昔は他に5社を要して六社宮と呼ばれ、別当を大福寺としていた。山頂一帯は、高爪山遺跡という近世の遺跡とされている。高爪山遺跡の遺構の大部分は、山頂の本殿と北東に伸びる尾根上にあり、堀切や土塁が確認でき、寺社関連の遺跡と考えられる。山頂の本殿の西側約2メートルのところに柱形板碑が立っている。国道249号線沿いには高爪神社の大きな鳥居があったが、2007年春の能登半島地震で崩壊した。山頂からは西、北に日本海、東に能登の丘陵地帯、南に酒見川と大福寺集落が見える。山頂から山腹にかけて、ケヤキ、エノキ、タブノキ、ヤブニッケイなど常緑広葉樹、落葉樹の混合樹林となっている。山域の地質は、花崗岩類からなり、飛騨変成岩及び、船津花崗岩に属する。清水千栄、第六章都議町の神社資料、都議町史資料編、石川県立埋蔵文化財、センター、石川県遺跡地図、石川県教育委員会、宮本哲郎、高爪山山頂の遺構と片柱形板碑、石川考古学研究会史、第52号、今井功。坂本徹、野沢保、5万分の1地質図幅、大地方、アブガ等及び同説明書地質調査書。ありがとうございます。